皆さんこんにちは、つみきんです。はい、これから、課題曲第1番行進曲勇気の旗を掲げてをつみきんでお送りしたいと思います。それではお聴きください。どうぞ。それでは、それぞれのパートでどのようなことを気をつけないといけないか、どのようなことに対してアプローチしないといけないかっていうのをこの彼らとお話ししたいと思います。はい、じゃあまずトランペットからいきたいと思います。はい、ジミちゃんです。私は今回今サードパートを吹いてたんですけど、やっぱりトランペットパートはもう休みがなくてとっても大変ですよね。メロディーも音も高くて。本当に大変。ただ、まあ、この A からのメロディーは木管パートといっぱい同じ動きがあると思うんですけど、やっぱり木管のように軽やかに可愛らしく吹けたらいいですよね。
そうですね。うん。で、特にそのサードは、A から、まあ、メロディーよりも、ハモリがメインだと思うんですけど、その二分音符の吹き方一つにしても、やっぱりトランペットファーストは、タララの動きに対しての二分音符なので、タラとか吹いちゃいがちなんですよ、みんな。でも、それをちょっと軽く、パンパンみたいな音型で吹くと、いい感じになると思います。おお。はい、可愛らしく。ね、そうですね。やれないと。はい、慎吾ちゃんも可愛らしく。そう。可愛らしく。可愛い。A からのメロディーは、とても転びやすいメロディーなので、それに気をつけたらいいかなと思います。タッタララタタッタララってこうね、転んじゃいやすい。弱拍にスラーがあって難しいので、あとは、スタッカートの四分音符の扱いを、ちゃんと気をつけて演奏しないと、やっぱりどんどん転んでいっちゃいますから、それにはとても注意して演奏した方がいいかなと思いました。マーチといえば裏打ちをすることがとても多くて、この曲もシンプルな作りなのでホルンは結構裏打ちが多くなっていますが、基本的に裏打ちをするときはスネアドラム、小太鼓が一緒にやっているので、小太鼓と同じ長さにっていうつもりでやると形が綺麗に揃うのかなということと、ホルン3人で演奏するときに周りのホルンの人と一緒にその音を伸ばしたときにどういうハーモニー、和音がなるのかなっていうことを少しだけ意識しながら演奏すると、全体としてすごくこうリッチなサウンドが得られるのかなと思うので、裏打ちをするときはただ自分の音だけではなくて周りの裏打ちの人だったりとか、それから表打ちをやっている低音を聞いているととてもよく流れると思います。あと一つだけ、H の4つ前だったりとか、K の4小節前にあるパパパーンというこの小さなファンファーレみたいなのが、メゾピアノという音量に下がるけれどもアクセントで書いてあるので、まあ、遠くでトランペットがこうなんていうのか、ファンファーレっぽくなっているようなイメージを持って吹けるととてもそれっぽくなるんじゃないかなと思うので、ぜひアクセントの形にも気をつけて演奏してみてください。はい、トロンボーンは、バランスが結構大事な、曲かなと思いました。吹きやすいというか音量が出しやすくなってしまうちょうど音域がたくさん出てきますので、バランス崩してしまうと、せっかくみんなで作っている音楽をトロンボーンが覆いかぶさっちゃって、バランスを崩してしまうような演奏になってしまうと良くないなと思いますので、ちょっとその参考動画撮ってみましたのでご覧ください。こんな風に、ね、なっちゃうと、せっかくみんなでバランスをとっていたものが、1音で、バランスが大きく崩れてしまいますので、周りの音をよく聞きながらハーモニーを作りながら、メロディーに寄り添っていけると、トロンボーンはいいバランスを保ちながら演奏できると思います。ぜひ気をつけて演奏してみてください。それやっちゃうと積んじゃうぞ積んじゃうぞはい、中盤なんですけども、まずこの曲奏なんですが、僕個人的な考えで、ドイツのポルカをちょっと連想します。
なぜかっていうのは、ここがこうだからとは言いませんけれども、先ほどトランペットの先生たちがおっしゃってた、かっちりとやっていこう。そうしないと、どんどん先に転んでいってしまうよ。そのリズムパターンっていうのが非常にポルカに近いリズムだなと思いました。あとですね、チューバは、表拍、ブン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 、四分音符で刻むことが多いんですけれども、その四分音符の刻み方が毎回同じような刻み方にならないように気をつけてくださいね。特に、トリオ、メゾピアノなんだけれども、ぜひ、オブリガードだったり、もちろんメロディーだったり、を引き立てるという上で、メゾピアノで思いっきり音を落とすっていうよりは、少し存在感を残しつつ音量を下げる。ここら辺はバンドによって出す音量って変わってくると思います。そして H からなんですけれども、ホルンとの表拍と裏拍の、打ち合いっていうのがあるんですが、そこでぜひ、メロディーラインを意識したリズムを心がけてください。そして最後、K からなんですが、マーチのオーソドックスなプレイとして、四分音符、かなり長く吹いてるっていうのを、聞いてわかると思います。ぜひこちらも、参考に聞いてみてください。それでは、課題曲1番、簡単そうで結構奥が深いですね。皆さん、しっかり楽譜を読んで、黒玉だけを、追っかけるのではなく、メロディーがどういう意味合いを持っているかどうか、そういうのを考えながらやってみてください。それでは、半年ぐらいかな、夏まで頑張ってください。それでは、さよなら。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録の方をよろしくお願いします。バイバーイ。